き誠にありがとうございます。私はヨセフ・リスパトリと申します。ナイジェラから参りました。このスピーチのテーマは私が学んだリサイクルの考え方です。私は日本に来たばかりの頃、一つだけ面倒くさいと思ってたこと、一つだけ大変だと思ってたことは、日本のゴミを分別する仕方です。日本ではゴミを出すとき、缶やペットボトル、紙を分別しなければなりません。それが分かっていましたけど、寮の友達から缶やペットボトルの中も洗わなければならないというルールを聞いて腹が立ちました。なぜ捨てるものの中も洗わなければならないのかが理解できなかったんです。しかし線書き、日本語の授業で使った本、中教以降の第7課リサイクルとフリーマーケット、私はリサイクルについてたくさんのことを学びました。最近地球の温暖化や砂漠化が問題になってきています。それで自分たちがその地球を守ろうという意識が生まれています。リサイクル運動の一つとしてフリーマーケットがあります。使わなくなったもの、着られなくなったものを公園などで売るのです。授業でリサイクルについて学んでいるうちに、どんどん興味が湧いてきました。そして私のリサイクルの考え方も変わってきました。それでもう少しインターネットで検索してみました。リサイクルは最上階を指し、製品化されたものを再資源化し、新たな製品の原料として利用することです。またリサイクルは私たちの経済と生活にとてもいいことです。私たちの資源、観光や野生動物を守ることができます。なぜかというとリサイクルすると、リサイクル資源を使ってもの作りができるようになります。リサイクル資源は安いので物価も下がると思います。例えば使用済みの食用油、石鹸になります。ペットボトル、服、シャツ、セーターになります。牛乳パック、コピー用紙、トイレットペーパーになります。割れたビール瓶はグラスの瓶になります。また紙は木から作られています。新聞や雑誌やコピー用紙をリサイクルすると、森の木を切られなくてよくなります。野生動物は森に住んでいますから、森を守るということ、野生動物を守ることになります。今年の夏休み、ナイジェリアに帰った時、家族と友達にリサイクルについて話しました。ナイジェリア人もリサイクルしますが、日本のリサイクルの考え方と少し違うと思います。例えばナイジェリア人はそのままゴミを捨てるけど、後で大きなゴミの山から使えそうなものを見つけて、それを売ってお金をもらう人もいるんです。それもリサイクルの一つです。なので私はこれから世界中の皆さんに私が学んだリサイクルの考え方を伝えたいと思います。私はこれからちゃんとリサイクルしようと思います皆さんも一緒に私たちの地球のため、私たちの観光のため、私たちの将来のためリサイクルをしましょう。本日起きてくださって誠にありがとうございます